きました、白浜校舎さんです。すごいびっくりしました。本当にあの学校の跡地で、まあ後で探索しますけど、とりあえずこんな感じです。ではまずチェックインしちゃいます。はい、チェックインしました。そして、部屋ですね、もう衝撃すぎて、こちらのお宿さんがオープン。これすごくない、この部屋。はい、今回のお部屋です。まあ、テレビとかなくて寂しいですけど、雰囲気やば。そしてまた後であのこちらの校舎散策しますんで、もうね、ほんとすごい。部屋を出てすぐにですね、専用のトイレもありますので安心ですね。かなり綺麗なトイレがついてますよ。荷物を入れ終えたので少し宿を見て回りますか。ほんとすごいので、もう撮るとこありすぎると思う。では行きます。はい、ではどこから撮っていいのかわからないので、校門前から撮っていきます。壁画がありまして、子供たちが描いた壁画でしょうかね。で、これ校門です。校門で、ここに予約制と看板があって、で、もともと小学校の長尾幼稚園小学校の跡地って書かれてますね。ここに看板があって、で、この中がいきなりこういう感じになってるんですよ。びっくりしちゃって、もうあれ、ここで合ってんのかって思いましたもん。こんな感じです。小屋がたくさん建てられてて、で、奥が、泊まるところ。こっちの小屋がね、無印の小屋で、ちょっと詳細あんま調べてないんで分かんないですけど、これからもどんどん建つみたいですね。そしてこちらがもともとあった校舎をリノベーションしたのかな。名残はありますね。時計も止まってますよ。こんな雰囲気です。いやー、マジか、ここ衝撃ですよ。小屋が立ち並んでいる真ん中に、また一つ小屋がありまして、これが宿泊者専用のトイレと家族風呂か、予約表で、1時間が分からない、分からないですけど、時間制の風呂です。普通に広い。これ使おうかな今日の夜。今日はあの貸し切り状態なんですけど、ここいずれすごい人気出るんじゃないかなって思ってますよ。これすでに人気なのかもしれないですけどね、週末。ほんとすごいんですけど、これこちらが、今晩の夕食会場でございます。バーですね、バー、レストラン。入り口を入っていくとこのような景色があります。そのまま上がります。いやー、いいわー。そして右に曲がると、なんと校舎がそのまんまあるんですよ。衝撃でしょこれ。いやー、言葉が出ない。もうこのまま撮っちゃいますね。見ていただきたい本。あ、そして蛇口が並んでますね。右には教室、
黒板も残ってる。中は入れないかな。入れなさそう。出席簿。今またこの虫の鳴き声がたまらんすな。で、シャワールームが別の棟でありますね。よいしょ。これも部屋か。見えます部屋。広っ。この部屋もいいっすね。これもそう。すごいよこれ。ほら、部屋になってますね。うわー、楽しい楽しい。で、こちらの扉の先が本日泊まるゲストルームになってます。校舎の中にシャワールームもあります。すごく綺麗です。こちらが本日の夕食会場です。いかがでしたでしょうか。おそらく全部回りきったと思います。まあ、あの他の部屋の中までは見ることはできないんですが、もう興奮しすぎてだいぶ動画が長くなってきたと思いますので、この後は夜飯編ですね、夜編、白浜校舎夜編をお楽しみいただけたら嬉しいです。概要欄 URL より続きをアップしますので、そちらからどうぞご覧ください。ではまた後編でお会いしましょう。バイバーイ。パエリアが来ました。すごくないですかこれ。おいしそう。肉来ました。ローストビーフとラム肉だそうです。すごい。夜の格好です。午後10時過ぎぐらいの格好です。